今週もよろしくな、ケンロウホルジャー。主たちよ、今週もたくさんお便りをくれたようじゃな。相変わらずけなげで可愛いの。主っ子ネームメニメニ様からいただいたお便りじゃ。はじめまして、狼と香辛料の新作アニメ毎週楽しみにしてます。私は原作からこの作品が好きで、特にホロとロレンスの軽妙でコミカルな掛け合いが好きなのですが、3話ではホロの商人としての実力に嫉妬するロレンスという構図が面白かったです。また僕だったら人に騙されたらすぐカッとなってムカついてしまうと思うのですが、騙された時に感心してこそ一人前と言ってしまえるホロはやはり人生経験が違うなと胸に染みました。確かにそんなことも言っておったの。他人に騙されたり嫌な思いをさせられて確かにカッとなってしまう気持ちもわかりんす。じゃが頭に血が上った状態ではより自分自身を追い詰めるだけじゃ。一度冷静に事態を見つめ直して、むしろこれは一つ勉強になったと素直に認めてこそ今後の成長があるというものじゃ。とこのように次回以降も番組やアニメ本編の感想、やってほしいこと、お悩み相談など気が向いた時にでも答えていくでありんす。またメニメニ様以外ももらったお便りには一通り目を通しておる。たとえ読まれなくてもめげずに送ってきてくれれ、応援してくれれ。続いて新コーナー、わっちに景品をくれれパート1じゃ。パート1ということは2も3もあるということかや。わっちが喋ってる間にカンペが用意されておるの。どれどれ。この企画は動画配信とアニメの宣伝をこなすホロさんへのご褒美企画です。ホロさんには今回から数回にわたりいろいろなゲームに挑戦していただきます。そして全てのゲームにクリアできたら豪華景品を贈呈いたします。頑張ってください。なるほどの。これはあれじゃな、ご褒美と称してきっちり取れ高を取りに来ておるの。しかも全何回かも景品の中身もわからないときた。これは明らかに大人の事情というやつじゃろうが、まあよいじゃろ。で今回のゲームとやらは何じゃ。ふむふむ、音当てクイズかや。なるほどな。わっちを堅牢と言わしめるゆえんの一つがこの耳と知っての選択かや。主たちの中にはこれを単なる愛くるしい飾りなどと考えている者もいるようじゃが、わっちの耳は大抵のことなら聞き分けることができる。では行くかや。今回は全3問。主たちもわっちと一緒に聞いて考えてみてくれれ。いい感じじゃな。では早速1問目。狼がいるぞ、狼がいるぞ、そこに狼が横たわってるぞ。最後の人玉だ。スタッフよ、初手にしても優しすぎないかや。これはわっちが長い間豊作をもたらしてきたパスロエ村の収穫祭じゃ。次は少しは骨のあるクイズをくれれ。わっちのスタッフも人が悪いわいな。ふむふむ。じゃがわっちの手もとい耳にかかれば朝飯前じゃ。もう一度音を流してくれれ。これは雨の音じゃな。そしてこのノイズが除去されて整えられた音、これはさっきと同様映像作品の音源じゃな。するとスタッフのことじゃ、わざわざ新たに音源を取ってこられるとも考えにくい。こっちも
アニメ狼と香辛料から取った音、それもすでに放送された3話までじゃろうな。雨というと第2話じゃな。教会で宿を借りて服を乾かしたのを覚えておる。そしてこの最後の鈍い音、おそらく貨幣、それも銀貨じゃ。もう答えてよいかや。正解はアニメ第2話で突然雨に降られたワッチとロレンスが教会に雨宿りに行くシーンの音じゃ。チャランという音は教会に貨幣を寄付する音じゃな。どうじゃ、ワッチの耳と洞察力は。まあここまでは余裕じゃな。次もアニメの映像かよ。なんじゃこの箱は。これをワッチが振って中に何が入っているか音で当てろじゃと。なるほど、これは考えたの。わかりした、振ってみるでありんす。ん、これはいくつか3つ入っているの。ほうほう、おそらくどれも球体に近い形。それぞれ箱に当たる時の音が違うの。ということは3つは別々の材質ということかや。うん、決して柔らかくはないが木材や金属ほどの硬さではないの。そうせかすもんじゃありんせん。これは1つ目は桃、2つ目は芋、そして3つ目は、これは間違いようがありんせん、わっちの大好物リンゴじゃ。なぜわかったのかという顔をしておるな。いくらわっちの耳を持ってしても3つ同時というのはさすがに無理がありんす。じゃが主は1つ大事なことを見落としておる。わっちは狼の化身、当然それなりに鼻も利く。まあそういうことじゃな。ということは、おお、当然の結果じゃが嬉しいの。こんな調子でこれからもわっちがいろいろと挑戦していくようでありんす。今後も応援よろしく頼む。続いては公式宣伝大使ホロのコーナーじゃ。今週もじゃんじゃん狼と香辛料の宣伝をしていくかや。テレビアニメ狼と香辛料マーチャントミーツザワイズウルフは毎週月曜25時30分からテレ東他にて放送中。放送情報、配信状況の詳細については概要欄にあるアニメ公式ホームページをチェックじゃ。次回は第4回、ロレンスはゼーレンの企みのからくりに感づきミローネ商会へと向かうが、果たしてその結果は。テレビアニメ狼と香辛料ブルーレイの発売が決定じゃ。第1巻は8月21日発売。長谷倉イスナ先生書き下ろし小説や綾倉重先生書き下ろしジャケットなど特典盛りだくさんらしいの。ぬしらも当然予約するじゃろ。お次は原作情報じゃ。バッチの大冒険と大活躍の日々が綴られた電撃文庫狼と香辛料が発売中じゃ。リニューアルカバー版も出ているそうじゃ。主様たち買ってくやれ。そしてバッチとそっくりな狼の女の子ミューリが活躍する狼と羊皮紙もよろしくな。続いてグッズ情報じゃ。期間限定で様々なキャラクター、アニメとコラボレーションを楽しめる空間を提供するファントエス様とのコラボ開催が決定。
書き起こしイラストのアクリルキーホルダーや、ホロと巡る四季の物語イラストを使用したダブルアクリルパネルなど、新規グッズが満載。他にもたくさん新情報が出ていくと聞いておる。オオカミと香辛料の最新情報は動画概要欄から公式ホームページ、公式 X を随時チェックじゃ。さらに公式 TikTok、YouTube ショートからも様々な動画コンテンツを出していきんす。ふむ、次じゃ。ふつおた紹介に音当てクイズと、今回も盛りだくさんじゃったの。楽しんでくれたかよ。そしてそして、わっちに聞いてみたい、やってほしいことがあれば、概要欄の投稿フォームからどしどし送ってくれれ。もちろんアニメ本編の感想でもよい。最近わっちはタクシーというものを覚えたでありんす。こっちの世界でいう荷馬車がタクシーじゃと。その荷馬車を扱う運転手という職業はある種ローレンスじゃな。では次回もわっちの話を聞いてくれね。